何をやってるの、ゴート君。ゲートの使用は禁止したはずよ。先生は歴史に興味がおありですか？私は知りたい。定説通りなのか、例えば邪馬台国がどこにあったのか、本能寺の変の事実も確かめたい。中学で提出した研究論文を充実した報告書に直すことができる。残念ながらゲートで行けるのは決まった時空だけだ。一体どうしたの？真実を知りたい、それだけです。大丈夫？あなたらしくないわ。私を理解したと勘違いしていますね。そう、それは誤解だ。ともかくゲートの操作はやめなさい。ここは封鎖するわ。まるで隠し事でもあるようだ。隠すことなんて。待って、いいですか？私がこうしてメモを取るのは理由があります。コンピューター上の情報は虚構だ。信じられるはずがない。そう思いませんか？やはりおかしいわ。おかしいのは私じゃない。あなたが変わった、その理由は何です？何を？森村先生、あなたは本当は誰なんです？探査装置で何か分かったかい？地上はどこも壊滅だけど、自動工場だけはフル稼働してる。怪獣の大増産よ。やあ、慣れたかい？この40年間にテクノロジーが煩雑化せず統合の傾向にあるのは驚かされるよ。昔の人間とは思えないね、君は。どうでしたか？予想通りよ。だろうね。どこも原発は安定してる。他国も同様の状態ね。奴らは自動工場を止めないように攻撃してる。自動工場というのは大きな工場なのか？自動化が進んだ結果、2080年頃から工場を単一で扱わず、全ての管理が自動なんだ。世界中にある12億の工場が統合されたシステムだよ。顧客の要望をもとにコンピューターが設計し、効率のいい部品発注から組み立てと製造の管理も自動で行う。人がその工程を把握する必要がなくなったんだ。何でも作れる地球規模の製造工場さ。世界12億の工場が自動管理され、一つになった世界規模の製造システム D と呼ぶ機械の怪獣を自動生産し続けている。コルカタとチェンナイのプラントを調べてみたわ。この時代最大級の工場プラントだ。稼働率がここ3日で2倍になってる。前回と同じか。時期も合ってる。次の動きは間もなくね。森村さん、本当に
私のいた2064年もこの時代のように攻撃されるのですか。間もなくあいつらは2064年にも現れる。それだけははっきりしてる。繰り返しよう。いや、少し違う。前回では騎兵はなかった。そうね。そっちは何か収穫があった？多少は。一部だが、地下の中枢からデータを引き出せた。ゴート君。ニュースのアーカイブです。事件報道なんですが、記録された年代に驚かされますよ。いつのデータなの？2188年。今いるこの2104年よりさらに未来の記録です。見せて。世界12億の一つになった D と呼ぶ。20日未明、人身売買斡旋と違法クローンの疑いで入念者の役員ら8人が逮捕されました。当局は記憶の書き換えが目的の犯罪と見ており、組織的な手口から余罪を追及しています。記憶操作の犯罪は年々増加の一途です。インナーロシターなどのナノマシンを介してシナプスに記憶情報の書き込みをする記憶操作で、近年さまざまな犯罪で使用されてきました。今回の逮捕と類似のケースで、記憶を他の体にダウンロードする生まれ変わりが目的で行われた犯罪だけでも昨年1年間で検挙は460件に達しています。記憶のダウンロードなんてできるのか。2188年6月の事件です。井田君。彼の話は続きがあります。このニューメンという会社に関連した記録がもう一つあります。その3ヶ月前、3月のニュースです。2188年に起きた入面者による事件の記録だ。ナノマシンを介し体を乗っ取る犯罪に幹部らが関与していた。世界中ロシターの大手入面者を四季島が POB で買収しました。四季島の CEO のコメントです。22世紀ナノマシンは飛躍的な発展を遂げました。肉体そのものを情報端末に変える技術、インナーロシターの登場で人類は一段進化し、今では誰もが当たり前に世界そのものを共有することができます。その先駆け入面のナノマシン技術は今後四季島の事業全分野で新たな原動力となるでしょう。これにより四季島はインナーロシターの世界市場でシェア第3位に躍り出ました。コメントにあったインナーロシターというのが僕たちの体にあるナノマシンだと思う？おそらく。ここでも四季島ね。事件の発端がさらに未来だとある程度予測できていたけど、
2188年か。この2104年より未来へは転移できない。残念だけど確かめようがないわね。今はこの剣を追うより、ゴート君が育った町を守らなくては。確かに時間はない。準備を急がないとね。2064年の学校に戻って他の二人の適合者の協力を得ねば。ゴート君、僕たちは騎兵の模擬戦闘だ。一緒に頼むよ。ええ。すみません先生、1985年で場所の用意が手間取って何日もこんなところに。非常事態なら仕方がないわ。この格好はあなたの趣味なの？お気に召しませんか？見た目の年齢を考慮して目立たない服を用意したつもりですが。歩けますか先生？私を呼ぶときは千尋でいい。人前に出たとき怪しまれる。はい、千尋さん。さんをよしなさい。しかし、よく私を見つけられたわね。記録を見ました。あなたの意識がこの子供にダウンロード済みだという記録を。この体は私のコピーよ。あれは適合者に戻れるかの実験だった。結果は失敗だから記憶を封じたの。適合者とはゲートや騎兵を操作する資質ではないのですか？中枢の操作ができるなら適合者だけ。昔は私も適合していた。でも全て巻き戻った時適合できなくなったの。それがどれほど重要なことかあなたにもいずれわかるわ。私の本体は今どうなってる？先生はもはや別人です。乗っ取られたのだと推測しています。記憶の上書きを。明らかにこれまでと言動行動が異なります。今の彼女の行動は騎兵計画に反している。まるで426です。あるいはそのものかも。それで私を起こしたわけね。それだけじゃ証拠不十分よ。どちらにしても調べる必要があるわね。何せ私の記憶が封じられてから5年が経っている。起こされてみれば4セクターはこの惨状。まず5年間での出来事を教えて。いいですよ。でもここは落ち着かない。1985年でお話しします。設定はこれでいい。
あとは生体認証がうまく通るか。特定の制限を解除できたようだ。これで森村先生の ID を通せば先生の記録にアクセスできる。あった、彼女が残した記録だ。記憶を上書きするあの事件、あれと同じ手法で自分を作ろうとしたのか。適合のために。適合はナノマシンの違いではないのか。入面者の事件の3ヶ月前、世界企業の敷島は入面者を買収。インナーロシターというナノマシン情報技術で世界トップレベルの企業となっている。まだあるな。最後に記録されたものだ。伊田君も戻らなかった。残った機兵も汚染されて使えない。もう取れる手はあまりない。イージス作戦をやるしか。これは人類の未来を犠牲にする。私にその決断ができるだろうか。だけど私と彼が存在するためにはこれだけが残された道だ。うん、どういうことだ。私の名で登録された記録がある。記録などした覚えはないが。私だよ、ゴーとレイヤだ。クレジットは確認したか。では問題ないはずだ。手配しろ。いいか、どんな手でもいい。彼女を始末しろ。あの計画を阻止するんだ。黙れ、それはお前の仕事だ。彼女の計画を容認すれば我々は破滅だ。
止めるんだ、森村千尋を。今のは私なのか。この男は2188年の敷島の重役だ。私の未来の姿なのか。誰かとの通話記録のようだが、相手の声は記録されていない。だが話の内容はわかる。森村千尋の。意識が戻ったわね。ここがどこかわかる？質問に答えて、東雲さん。今は何年？1985年。最後に何を覚えてる？426に逃げられた。次は必ず捕まえる。そう、分かったわ。体の具合はどう？頭が痛い。精密検査をした方がいいわ。単なる時間酔いよ。神経に負荷がかかってる。転移は控えるべきね。薬持ってるわね。ちゃんと飲みなさい。ひどいよね。すぐに薬を飲んで。これで少しは楽になるはず。戻らなきゃ。時間移動はできないわ。侵略が始まる前に騎兵を直さなきゃ。止めても無駄よ。私は戻って奴を追う。止めてるわけじゃない。今、ゲートは使えないの。なぜ時間移動が無理なの？何者かにゲートを封じられた。調べてる最中よ。ゲートの封鎖？そんな真似ができるのは、おそらくあいつだけ。ゲートを設置した426だけだ。過去に閉じ込められたわけね。大丈夫かい？誰？
森村先生、まだ彼女に無理をさせるのですか。侵略者は2064年に現れ世界を滅ぼした。私たちを追ってここにも彼らは来る。できるだけ早く修復しておくわ。あなたは同じ2年のゴーとレンヤ、君をサポートするように言われている。426はきっと誰かと接触する。適合者全員のリストが欲しい。もちろんこの時代の人間も含めて。検討してみる。検討する必要はない。奴を捕まえなきゃ結果は最悪よ。片っ端から生徒に聞いて回ってほしいの。分かったわ。机の上にファイルがある。全員ではないけど学校に在籍する適合者よ。これか。適合者をここに集める計画。私を含めた女子4人。女子だけ。君の相棒だ。女子のファイルしかないけど。それしかここにないわ。男子についてはゴート君が把握してる。彼に聞いて。彼の情報が入ったらすぐに知らせる。頭痛がひどくなったら飲みなさい。少し強い薬だから副作用で一時的な記憶の混乱があるわ。安心してすぐに戻るから。男子適合者が誰か教えなさい。もちろん。でもその前に聞かせてほしい。君はどうしてそんなに426を憎んでいるのか。正気？世界の命運がかかってるのよ。そうとしても必要以上な彼への憎しみを感じる。奴が騎兵を狂わせたせいで私の町は灰となった。彼なんて親しげに呼ばないで。426は人間じゃない。未来で作られた人工知能よ。関ヶ原 A と名乗っているわ。さあ男子適合者を教えなさい。426が接触しそうなものか。すでに接触した者がいるはずだ。壁の時計だともう昼休み。彼らは食堂にいるんじゃないかな。行ってみよう。見た限りいないようだね。あれ、東雲先輩。いいところに現れた。ちょうど探していたんだ。とても割り込めそうもないわね。彼は網口周、お探しの一人だ。426の写真だ。関ヶ原 A と名乗り潜伏している。騎兵を狂わせ世界を滅ぼす最悪だ。426を捕らえねば侵略者に対抗できない。
問があるの。こういう人を見なかったかしら。え？いや、見てないな。そう。あ？あ、パン変えた？助けが必要かな。いや、あの時は結局役に立てなかった。挽回のチャンスが欲しいな。助けに来てくれたのは感謝してるよ。どこ行くの？人前で気安くすんな。なんだろう、この奇妙な感情。彼が女の子と仲良さそうだと胸が締め付けられる。まるでやきもち。私が彼に。バカバカしい。そんなことあるわけがない。頭がスキスキする。これで少しは楽になるはず。それではどうしようか。とても割り込み。網口柊。なぜか彼に対して奇妙な感情が湧く。まるで恋愛のような。リストがないため不明だ。男子の情報はゴーとレンヤが知っている。転移の時間座標は40年単位で固定されている。自由自在の時間旅行ではない。B 組に冬坂と如月、C 組は薬師寺。女子の適合者は全員1年生だ。1年生の教室は3階だったな。それでどこへ行く気だ。女子適合者を当たる。適合者はどこにいる。女子適合者リストの写真で確認しよう。ついてこなくてもいいのに。そう言わないでくれ。これでも君の力になれるつもりなんだ。どうかしらね。それで先輩は甘いものって好きですか。困ったな。こういう人を見なかった。好みの女性のタイプってあります。いや、その休日は何をなさってるんです。スキスキする。なんというか。先輩は甘いものって好きですか。ちょっとどうなってんの。なんでそんなことやってるの。あんた逃げた方がいいよ。どうした、何かあったのか。別に何も。ミワ、ダメ、ほら行こう。どこ、頭がどこ行くの。これで少しは楽になるはず。
逃げる。なぜ逃げないといけないの。周りにはいないわね。薬師寺めぐみ。ちょっと薬師寺さん、ちょっといいかしら。やっぱりかっこいいよね。聞いた？生徒会役員店長。逃げる。会長候補でしょ。すごい。こういう人を見なかった。426でしょ。憧れだよね。知っているの？何度も聞いて覚えてしまったわ。森村が教えたのね。その様子だとやはり14番に乗るのは難しそう。14番。頭がスキスキする。君の把握している情報を教えてくれないか。より協力するために。ねえ、コート先輩と一緒にいる人。もうダメ。白豆先輩だよ、ね、頭が終わりそう。そうそう、事故で大怪我したって。なんでコート先輩と一緒なんだろう。もしかして彼女とか。ショック。何をじっと見て、ひどい姿って思ったんでしょう。確かに、その傷だらけの細腕から、あの荒々しい騎兵の戦いぶりは想像できないな。見たの？前の戦闘の現場で森村先生を手伝っていた。適合者はどこにいる？女子適合者リストの写真で確認しよう。キサラ、キサラ、ちょっと。あ、コートセ、何？それで？先輩は甘いものって。こういう人。困ったな。こ、この日の女性のタイプってあります？あんた、どうした？別に何、美和子、ほら行こう。薬師寺、薬師寺、ちょっと。こういう人、四、知って、何度も、森、その四、十四、十、この中にはいない。ついて、そういわ、これでもどうかしらね。君のより、何よ、じ、ひどい。確かに、その傷だらけ、あの荒々しい、想像できない。見たの？前の森村先生。それでは、木ヶ原 A と名乗り先輩、やつの写真を、接触があったか分かる。14番、
14番は私の騎兵だ。あなたが乗ってきた14番よ。回収できてよかったわ。四島の大型格納庫にギリギリ入ったの。ここまで運ぶのも大変だったのよ。あの事件以降発見できた騎兵はこの14番で3機目よ。新型は前期行方不明、12番も見つかっていない。沖野君も騎兵は治ったの？システムが侵されて修復はかなり困難ね。その上彼に騎兵の制御を抑えられては。426を捉えねば騎兵は使えないわけね。その子は何？ああ紹介するわね。薬師寺めぐみさん。どうも。2025年の適合者よ。最悪の場合彼女があなたに代わって騎兵に乗る。何ですって？そんなの認めない。その体調では操縦は無理よ。この14番は井田先生が私に選んでくれた私の騎兵よ。それなら乗ればよかったのよ。そんなに乗りたいなら重郎の代わりに戦えばよかったのに。もっともあなたもこんなやりとりさえ忘れてしまうんでしょうけど。薬師寺さん。どうした？お前の家だ、くつろげよ。なんだ虫か。お高く泊まってやがるな。学校じゃ浮いてて一人の癖しやがって。そうやってすぐにへそを曲げやがる。ああ、わかった。めんどくさい女だな。俺は利口だと言いたかったんだ。友達なんて意味はない。滅びと共にいなくなる。一人でいるのが正解だってな。憎らしい猫ね。もっと正直な女になれよ。俺のこと好きなんだろ？しっぽーとか言いながらよだれ垂らして追い回してたよな。垂らしてません。それで初体験の感想は？お前が銃を手にしてゴーとレンヤをやった時のだよ。嫌な言い方をしないで。おいおい、いい子ぶるなよ。快感だったんじゃないか？あの偉そうな占いをやるのは。教えろよ、どうだった？契約してすぐ
最初に封じた魔法使いはあの男だった。あまりいい思い出じゃない。さあ聞かせろ。契約し、あの、要は覚悟の問題だ。お前のな。そんなこと言ったって、人に銃を向けるなんて。魔法の銃だっつってんだろう。魔法の出刃包丁と取り替えるか。それは嫌。撃った相手の悪いもんを直す、感謝されてもいいぐらいだ。でも俺来たぞ。薬師寺、君の方から呼び出すなんて珍しい。何の用かな。あの、その状況を聞きたくて。こんなところに呼び出さずとも、敷島の格納庫に来ればいいだろう。あのロボット、あまり見たくないの。そうか。汚染解除のパスワードはまだ見つからない。今のまま騎兵に乗り込めば重郎のようになるだろう。そう。無茶言わないで。人を撃つなんて。こっち見んな。間抜け、さっと撃て、さっと。無茶言わない。人心配するな。奴らが来るまでには見つける。間に合わなかったら、それでも騎兵で戦うしかない。勝てるとは到底思えないけど。何もせず滅びるわけにはいかない。少なくとも重郎は戦える。そんなこと絶対許せない。もっといい方法がある。私、取り返しのつかないこと。腕に当たったな。問題ない、うまく作用してる。本当に怪我させてないよね。ああ、少しふらついてるだけだ。でももう次に合わせる顔がない。魔法の銃だぜ、心配すんな。撃たれた前後の記憶を曖昧にする。お前に会ったことも覚えちゃいねえよ。気がつく前にとんずらするぞ。待って。言われた通りだ。あの至近距離から腕に当てるなんて、そんな曲芸を頼んだ覚えはない。でも腕だって体の内でしょ。当たればどこでもいい
くわけじゃないの。人選ミスか。当事者意識が足りないな。先が思いやられる。いいか、ガキの使いじゃない。契約を忘れるな。俺はお前の望みを叶える。その代わりにお前は俺の指示した魔法使いを撃つ。そういう話だったろ。体のどこでもいい、確実に弾を当てろ。失敗したら契約は白紙だ。お前も覚悟を決めたはずだよな。ええ、分かってるわ。おっと、そうだ。おい、今のうちにあれを確認しとけ。カバンの中に入れてんだろ。魔法の銃を見せてみろ。だな。床に置いてよく見せろ。魔法の弾はまだあるな。いつ必要になるか分からんからな。常に確認しとけよ。魔法とか言いながらなんで銃なのよ。あ？魔法のステッキが良かったって？ピンクのひらひらスカートつけてステッキを振り回したいのか。銃でいいです。魔法使いを撃つための魔法の銃だ。まずい、あいつが来る。仕方ない、次の魔法使いは明日学校で教える。ジュロ帰ってたんだ。薬師寺なんだ。また野球延長で映画遅れてる。それで次は誰なの。何を無視して。昨日の仕返し、人が見てるから。見られるとまずいから時間ずらして出てきてるのに出くわしちゃ意味がないだろう。明日からは一緒に出る。出ないよ。
あ、いや、おはよう網口くん。おはよう。何聞いてるの？あ、ああこれ。あれ、なんか用かな？いえ、別に。何聞いてるの？あ、ああこれ。英会話。へえ。冗談に決まってるだろ。洋楽ロックだよ。網口くん、成績いいから冗談に聞こえないよ。そうか。そうだ、今日さ、また遊びに行っていいかな？いいよ別に。よかった。あと授業始まる前に自販機寄るよ。うん、放課後に。冬坂さんもなかなか映画通だね。知ってるさ、あの映画は名作だ。きっと喜ぶよ。よかった。そりゃ確かにシリーズにはいろんな怪獣がいるけどさ、そこまで映画好きならこのドラマも気に入ると思うよ。どんなお話？有名なんだ、見たことない？面白いな、冬坂さんは。この子がもし魔法使いだったら。薬師寺。あの子とは随分仲がいいのね。何言ってんだよ。それになんで一緒に住んでるのがバレると退学だから学校では話さないって決めたろ。旧校舎から荷物運んでって先生に頼まれて行ったけど、あそこは夜だったらちょっとした肝試しだな。暗くて人気もないしな。不審者が出るって噂も聞いたことあるぜ。ただいま。帰ってきたな。お夕飯どうしよう。ひき肉あったな。重郎の好物だし、ハンバーグ焼いちゃおう。人様の話をほっぽり出して料理とは、お前の方がよっぽど猫らしいな。よし、できたっと。Thank you.
そんなもので懐柔されると思うか。まあ食べてやらんこともないが、俺を無視してスタスタ行きやがって。願わくば猫が計画を話すまで待ってはもらえませんかね。明日魔法使いを確認しておく。放課後になったらすぐに旧校舎の渡り廊下へ来るんだ。復唱しろ。明日放課後すぐに旧校舎渡り廊下。俺を呼ぶときは名前の前と後ろにサーをつけろ。まずい、あいつが来る。いいか、明日の放課後待ってるぞ。忘れずに絶対来い。やけにいい匂いがすると思ったら。夕飯まだでしょ。作ったから。どう？またその手には乗らないぞ。ここにいていいのは今月だけだからな。はいはい。でももう作っちゃったし、食べてくれないともったいないな。捨てるなんてもったいないよな。仕方ない、食べてやるか。助かります。見られるとまずいから時間ずらして出てくわ。明日か。でな、お、おはよう網口くん。おはよう。何聞いてるの？ああこれ。あれなんかよ。何聞いてるの？ああこれ。英会話。旧校舎から荷物運んでって。先生に頼まれて行ったけど、あそこは夜だったらちょっとした気が試したな。尻尾が待ってる。暗くて人気もないしな。不審者が出るって噂も聞いたことあるぜ。尻尾。誰もいないよ。なんで隠れるの？ねえ。何やってんだお前。だって今あそこに。遊んでないで仕事だ。旧校舎の中にいる今度の魔法使いは短髪の男だ。ボタンのない学生服を着ている。銃で撃って封印すればいいのね。そうだ。問題があるとすれば、そいつマジモンの鉄砲で武装してる。大問題じゃない。頑張れ、撃たれたら痛いぞ。はよ行け。
ないで済むのかな。くれるかな。もういないじゃない。きっと間違えたんだわ。あんなにドタドタ銃を振り回しながら入ってこられれば誰でも気づく。隠れていたのね。お前はセクター3の。あの時の、そう、あなたが重郎の仲間だと言っていたものね。何をやってる。あなたには関係ない。お前の考えじゃなさそうだ。誰に利用されてる。利用されて結構よ。私は重郎のためにやれることをやっている。待てよ。重郎、どこ。義兵が最後に戦っていたのはこの辺りだったはず。分かっていたのに。
なものを守りたかった君を守りたかジェロ！騎兵一騎でここまでやるとは狂気の沙汰だ。彼が助けてください。騎兵に乗れば脳に深刻なダメージを負う。記憶が壊れ最悪廃人だ。数分乗るのでさえ致命的なのに、泉はあの苦痛に耐えて2時間以上も戦い続けた。すごい奴だが、わかるだろう。手をくれた。あなたも未来人。前に泉と同じ戦場で戦った。仲間なのに冷たいわね。彼を助けて、お願い。泉は頼れる奴だった。俺もとても残念だ。またいたよ。猫どこ？もうどっか行ったんじゃない？この辺野良猫多いよね。この後レコード屋にも寄るんだよね。うん、アイドルの新婦だっけ？ボーカルの子がね、網口くんにちょっと似てるの。そんなにいいかなあいつ。学校にはろくな男いないもんな。いいなって男子一人もいない。網口くんって高校ではバスケやらないんだって。うまいのにもったいない。小学校ではサッカーだったね。秋田の一言でやめたけど。いおり、あいつと同じ小学校だったの？そうだよ、4年の時。私もなっちゃんも一緒のクラスだったの。あ、どうしよう。お話、途中だったよ。うさみちゃん、見た？猫ちゃん、またいたよ。猫、どこ？もうどっか行ったんじゃない？この辺野良猫多いよね。誰かが餌あげてるのかな。あの猫ちゃん、学校にいた猫ちゃんかも。あんな猫珍しくないでしょ。いおりちゃんも見たでしょ。同じ猫ちゃんだよね。ほら、あそこ。猫どこ？もうどっか行ったんじゃない？毎晩あの夢で夜中に目が覚めるもんだから眠い。
のことを考えるとドキドキする。一目惚れしちゃったなんて笑われないかな。誰かが餌をあげてるのかな。おっとりしている親友のミワちゃん。男子と喋るのは苦手でも恋愛話は興味津々。私の前の席に座るウサミちゃん、赤いメガネにおさげの少し変わった女の子。あの猫ちゃん、学校にいた猫ちゃんかも。あんな猫珍しくないでしょ。いおりちゃんも見たでしょ。同じ猫ちゃんだよね。この後レコード、うん、アイドルのおしぼうか、あみ、学校にはろくな男いないもんな。いいなって、みわちゃんラブレター出すの。今週運勢悪いから。そうだよね、告白って勇気がいるよね。いおりちゃん、あ、ごめんごめん、こっちの話だから。いおりちゃん、四つ葉のクローバーよ。何？占い雑誌に載ってた恋のおまじない、ラブレターに入れて渡すと恋が叶うって。先週は確か相手の写真を枕に入れるだっけ。あっ、お話途中だったよね。恋は素敵よ、うさみちゃん。遠くから見つめるだけでも心がとても満たされるの。やっぱ譲ってそうだとしても、クラスの男なんてどいつもこいつも森村の前だと胸元見るやつばっか。先生のあの胸なら男子の反応もわかる。私は網口くんかっこいいと思うけど。軽すぎるよあいつ。美和子の趣味はちょっとおかしい。そんなことないよ。ゴート先輩もかっこいいと思うな。ゴート先輩は密かに3年生にも人気あるのよ。やつは恋とか検討以前の問題だ。学校にはろくな男いないもんな。いいなって。男子、ああうさみちゃん見た？猫ちゃんまたいたよ。猫どこ？もうどっか行ったんじゃない？この辺野良猫多いよね。誰かが餌をあげてるのかな。毎晩眠。あの猫ちゃん、学校にいた猫ちゃんかも。あんな猫珍しくないでしょ。このレコード、うん、アイバー、アミグ、そん、学校にはろくな男いないもんな。いいなって。男子一人もいない。ミワちゃん、やっぱりラブレター出そう。へえー、だから今週運勢悪いから。そうだよね、告白って言う。いおりち、ああこっちの話だ。お話途中だったよね。毎晩よね。恋は素敵よ、うさみちゃん。遠くから見つめるだけでも、彼のことを考えると一目惚れしちゃったなんて、心がとても満たされるの。どうしよう。やっぱ譲ってそうだとしても、
クラスの男なんてどいつもこいつも。森村の前だと先生のあの胸なら。うさみちゃん、猫ちゃん、猫どこ？もうどっかい。この辺のら誰かが。この後レコード屋にもよ。うん、アイドルのボーカルの網口くん。そん学校にはろくな男いないもんな。いいなって男子一人もいない。恋は素敵よ、うさみちゃん。みわ、やっ、だすごく、いおり、こっちの、お話、遠くから見つ心が、やっぱりクラスの森村のま、先生、私は、あ、軽すぎるよあいつ。美和子の趣味はちょっとおかしい。色恋なんかより今は食いけよ。もっと食べたーい。いいね、どこに行こうか。あのお店、甘いもの行っとこう。また行きたいな。今日は割と暑かったからソフトクリームかな。いやいや、それならクレープでしょ。いおりちゃんに決めてもらいましょう。ソフトクリーム、新しいの増えてるのよ。どんな味かしら。いおりちゃんも気にならない？ここんとこクレープだったし、みおちゃんに賛成かな。まあいいか。それじゃあ行きましょう。新作にしたんだね。濃厚ミルククリームだって。チョコミントと悩んだよね。ではでは一口。私も。濃厚な口当たり、濃ゆい。今週の占いでラッキーアイテムがソフトクリームだったのよね。じゃあこれで運勢良くなったね。なってきた、なってきた。あのお店また行きたいな。うん、太っちゃうかな。ちょっと食べ過ぎかもね。いおり、さては色気づいてダイエットだな。まさか例の彼と進展あったの？ないってば。学校にはろくな男いないもんな。いいなって男子一人も。今度素敵よ、うさみちゃん。遠くから見つめるだけでも心がと、百歩譲ってそうだとしてもクラスの男、森村の前だと先生のあの胸。私は網口く、軽すぎるよあい、美和子のし、そんなこと。ゴート先輩も、ゴート先輩、やつは学校にはろくな男いないもんな。いいなって男子一人もいない。恋は素敵よ、うさみちゃん。遠くから見つめるだけでも。ああ、うさみちゃん見た？猫ちゃんまたいたよ。猫どこ？もうどっか行ったんじゃない？この辺野良猫多いよね。誰かが餌あげてるのかな。あの猫ちゃん
学校にいた猫ちゃんかも。あんな猫珍しくないでしょ。いおりちゃんも見たでしょ。同じ猫ちゃんだよね。この後レコードうん、アイバーアミそん学校にはろくな男いないもんな。いいなって男子一人もいない。マイよね、うん、今度素敵よ。うさみさん遠くから見つめるだけでも心がとミワちゃんやっぱりラブレッテーと。お話やっぱ譲ってそうだとしても色恋今はもっとだいい甘いもの今日は割とソフト。いやいやそれのイオリちゃんにソフトクリーム新しいの増えてるのよ。うさみちゃんと今はクレープの気分かな。じゃあ決まりね。行こう行こう。ちゃんいつものチョコバナナにしなかったの？だって大盛りいちご半額よ。食べちゃおう。私も。やってるのはお前か、美和子。じゃあ今度猫見かけたら美和ちゃん呼べばいいんだ。あのお店またい。あそこのは美味しい。どうしよう。この辺りのお店もだいぶ開拓したよね。今こそ美和ちゃんのあれが役に立つはず。今こそ美和ちゃんあれ学校帰りのおやつタイムは。あ、おーい美和ちゃーん。ほらここ。ああ待って、今カリカリ出す。くれたね。よく似てるけど学校にいるのとは模様が少し違うよ。違う猫ちゃんか。しっかり猫見てたよね、いおり。正門のとこで比べと。あれ見てたの。うん、比べちょっと変でしょ。あいつと何の話してたの？それは…
まだ8時10分。見よ、この余裕の早起き。しようと思えばできちゃうのだ。あ、猫ちゃん。早起きはこんなにお得だなんて。おはよう、冬坂さん。え、私、静かに。ん？ああ、猫か。うちの近所にいるノラと似てるな。兄弟かもね。クラベ君、あの夢、今も見てるの？時々見てるよ。私もまた見たの。クラベ君が前に話してた地下に埋まった UFO の夢。 UFO？ ユリ、おはよう。ウサミちゃん、おはよう。クラベと何話してたの？ね、猫見てたの。ふーん。聞かせてよ、その話。うん。めぐみ？ああ。よかった、一人で調べに行くなんて。君に何かあったら僕は。重郎、やめて。あなたの気持ちは嬉しいけど今は何も考えられない。気持ちにも応えられないの。そうか、僕もどうかしてた。こんな時に告白なんて、君を混乱させるだけだ。全て片付いたら、その時が来たら改めて話すよ。まただ。この衝撃の原因何か分かった？沖野君、途中にあったでしょ、動かなくなった怪獣。あれが下に落ちてきてるのよ。トンネルが塞がったから、地上に戻るには別の道を探さないと。急いで戻ったって意味はないさ。地上には誰一人いやしないんだ。おい司君、思い出したんだろう。お母さん、救えなくてごめんよ。いいの、ここを調べてる間は気が紛れるもの。向こうの端末見てくる。森村さん、悪気はないんだ。気にしないで。このブロックデータだけなのに3日かかって解析度 1.2%。 データ密度が桁違いに高いわ。でもシステムの論理的な構造は私たちが使ってるものと似てる。沖野くんが言うような宇宙人の遺跡なのだろうか。
これは何の装置だろう。驚くべきものさ。僕の推測ではこれはある種の転送装置だ。そんな顔せずまず聞いてよ。装置と関連するデータを見つけた。量子力学の授業を取ってたでしょ。物質の転送なんて不可能よ。ここにある異星人の設備は僕たちの科学では測れない。推測が正しければ突然消えた人たちもこれで説明ができる。森村さん、君の両親も。二人ともちょっと見てくれ。解析に時間がかかったけど、データの中にこれを見つけた。何これ。この遺跡の全容か。大きいな。全長30km の物体が町の真下に埋まってる。まるで巨大な円盤ね。面白い。埋まった UFO の中に僕たちはいるわけだ。ここは地上からたった300m よ。こんな大きなものが今まで見つからないはずがないわ。森村さん違うよ。意図的に隠していたんだ、おそらくね。政府による宇宙人の隠蔽か。まるで20世紀の映画だな。怪獣たちはこの円盤を目指して穴を掘ってるの。奴ら何がしたいんだ。このデータと関係がありそうだ。円盤から出てるこの信号、君たちには何に見える？これはカウントダウンだわ。怪獣が中枢に接触してから信号は動き出している。こんな時なのに胸が高鳴るよ。この異星人の円盤は驚くものばかりだ。カウントダウンがゼロになったら何が起こるの？重力波の異常とも関係してそうだ。円盤が飛び出すとか。解析を続けよう。何が起こるのか調べるんだ。